まっちゃんのサバイバルスペイン語講座始まるよ。こんにちは、まっちゃんです。こちらスペインをマラガからお送りするサバイバルスペイン語講座、今日もどうぞよろしくお願いいたします。私のですね、このチャンネルね、まるちゃんのサバスペ講座ではですね、私の経験をもとにね、簡単でね、役立つスペイン語、あと楽しくレアなねスペイン情報なんかをね、惜しみなくお伝えしております。ぜひチャンネル登録をしていただいて、今後スペインへのご旅行、長期滞在、ワーキングホリデー、移住なんかね、お考えの方にね、お役に立てていただければ嬉しいです。あとね、もう全くねスペインなんかも興味ないわっていう方にもね、楽しんでいただけるようにね、スペインの魅力をね、存分にねお届けしてまいりたいと思いますので、ぜひ最後までねご覧になってみてください。今日ですね、まるちゃんね、あれです、皆様にねぜひお伝えしたいことがありましてですね、こちらの動画を撮っております。というのもですね、いつもね私の動画を見ていただいてありがとうございます。グラシアスということでですね、このねグラシアスね、これ皆さんご存知だと思いますけども、これはありがとうね、スペイン語でありがとうという言葉ですけども、これ大変ね大切な言葉ですのでね、これをちょっとね今日皆さんと一緒にねお勉強していきたいと思いますよ。で、まあ、ありがとうはね、グラシアスという感じですね。で、これね、どうもありがとうという感じになると、ムチャスグラシアス、ムチャスグラシアスというふうになりますね。あと、本当にありがとうというふうになりますと、ムチシマスグラシアス、ムチシマスグラシアス。あと、ミルグラシアス、これは千のありがとうですね。あ、千ね、数字の千ね、ミルグラシアスとかね、いうふうに使います。でね、まあ、これ、あれですね、スペイン人結構ね、きっちりちゃんと何人でもね、お礼を言うっていう習慣はあるんで、皆さんもね、ぜひ、それを見習っていただいて、何事にもね、グラシアスというふうにね、あれで、ちょっとお礼をね、伝えるような感じにしていただければと思います。で、まあ、私もせっかくですからね、皆様にね、グラシアスをね、お届けしたいと思いますよ。ムチャスグラシアス、ポルススクリビーミカナル、ね、これは私のチャンネルをね、チャンネル登録していただいてありがとうございますと言いました。あと、ムチシマスグラシアスポルベルミスビデオスシェンプレ、これね、いつも私のビデオね、動画を見ていただいてありがとう、大変ありがとうございますというふうに言いました。ミルグラシアスポルトゥスコメンタリオス、ね、これはあれです、あなたのねコメントね書き込んでいただく、大変ありがとうございますということをね言いました。これでこんな感じでね使えるんですけど、もうせっかくですからね、もういろんなことにねありがとう言いたいと思いますよ。例えばですね、なんかお友達がねこの間のお食事に招待してくれたんですけど、そういう場合はですね、ムチャスグラシアスポイミタルメって、ね、そういう風に言います。招待してくれてありがとう、ね、美味しかったね、ご飯本当美味しかったんですよ。そういう時はムチャスグラシアスポイトゥコミダ、ね、ご飯ありがとう、美味しかったですっていう感じでね伝えましょうね。あと、例えばですね、なんかこの間ね病院に連れてたね、人なんかね言ってくれるのが、ムチャグラシアスポラコンパニアルメアロスピタル、ね、病院についてってくれてありがとうという感じでしょうか。あと、例えばあれですね、何があるかな、お誕生日にねプレゼントいただきました、ムチャグラシアスポルトゥレアル、ね、気に入っても気に入らなくてもね、ありがとうはとりあえず言いましょう。そんな感じですけどもね、あとね、日本語でね、どういたしましてっていう言葉ありますけど、なかなかね日本でどういたしましてってあんまり言わないですけど、こちらではね簡単に使える言葉があるんで、それもねちょっとお勉強しておきましょうね。例えばグラシアスって誰かがね言ってくれたら、あなたはねデナダデナダとかね、あとはもう一つね、ノアイデケって言葉があるんですよ。ノアイデケ、ね、グラシアセンってだーデナダナダナダ、ね、あとはノアイデケノアイデケというふうにね答えてあげましょうね。で、これなんか知らないけどね、スペイン人グラシアスって言われたら必ずそのデナダとかノアイデケって言うんで、日本語でねなんかこうありがとうって言われた時になんかこう言い返したいらしいんですよ。で、日本語で、ね、こうデナダってなんて言うのってよく聞かれるんですね。で、それがね、どういたしましてだよってね、教えてあげるんですけど、発音がね、うまくいかないみたいで、どういたちまちってってなっちゃうんですよ。で、どういたちまちってじゃね、これじゃちょっと伝わらないなということで、じゃあこう、もっと簡単なので、いえいえとかだとどうかなということで、いえいえはっていうふうに言ってみると、ジェイジェイとか言うんですよ。まあ、どっちにしてもね伝わらないということでね、それはねご了承いただければと思いますよ。あとね、そのデナダとかに、まあ、似てるんですけど、例えばお店にね行ってね、なんかこう接客してくれたり、カマレロさんにね、お礼を言って出るときに、グラシアスってあなたがね出るときに、向こうからね、アティーとかね、アボソートロースとかね帰ってくるんですよ。これはまあ、あなた、こんなんでしょうかね、あなたにありがとうって、もう一回こう言い直してくれてるということで、それも言われると気持ちがいいもんですよ。例えばカマレロさんにね、グラシアス
アディグラシアスってこういうふうにね送ってくれると思います。あとはね、グラシアスアディオスっていう言葉があるんですよ。もう神様に感謝みたいな感じなんですけど、これはね、例えばまあどなたがね、お友達のご家族の方が入院してたとしましょうね。それで退院した時によかったわねって伝えてあげると、グラシアスアディオスっていうふうにね、本当よかったわって、おかげさまでっていう感じの言葉になりますね。あとはグラシアスアティね、グラシアスアティ、あなたのおかげでっていう言葉もあるんですけど、例えばあなたのおかげで新しい仕事が見つかったわなんて時は、グラシアスアティコントラオントラバホンヌエボとかね、そんな感じで使えると思いますね。グラシアスアティ、あとグラシアスアボソトロスとかね、そういう感じで使っていくといいと思います。このねグラシアスっていうのは複数形なんですよ。ちょっとねこれアンダルシアの人たちね、最後の S がね抜けて聞こえづらい場合がありますけど、グラシアスってこれ複数形になっています。でね、これグラシアね、これこの単語だと、ちょっとですね辞書で見ますからね、なんかいろいろ意味があるんでちょっと見てみますね。ちょっと待ってくださいよ。グラシアだけだと、例えば恩恵とかね、恩寵、あとは許しとか優美さとか気品ね、あと魅力とか才能とかね、あと面白さおかしさとかね、いっぱい意味があります。でそれが複数形になるとグラシアス、感謝をしますという言葉になりますね。言葉っていうのは面白いですね。こうなんかこういろんなところでつながってるって感じで、あとねグラシアに似た言葉でね、グラシオソ、グラシオサっていうね、これは形容詞なんですけど、こいつ面白いやっちゃなっていう時に使えるんですよ。テチコヨムグラシオソとかね、マチャヨムグラシオサとかいうふうにね、使えると思いますね。あとね、アグラデセールってね、これは動詞なんですけど、それもね、ありがとうというふうにして使えるんですよ。これもアグラデセール、感謝するっていう意味なんですけど、例えばあなたにね、感謝しますということで、テアグラデスコ。でアグラデスコと言います。これもグラシアスと同じ意味なんですけど、まあ、グラシアスばっかり使ってるとなんか変化がなくてつまんないなっていう時にはね、ちょっとテアグラデスコとかね言うと、ああなんだこいつできんじゃないかっていうね、いうふうに思ってもらえると思いますよ。あとね、私よく使うのはね、なんかこう皮肉めた感じで、グラシアスってね返すと、それもまたちょっとね面白いんですよ。これ例えばですね、今日の服変ねとか言われるとグラシアスね、とかね、あとまた太ったねとか言われるとグラシアスとか、なんか例えば老けたねとか言われるとグラシアスという風に言うとですね、ちょっと慰めにもなるしね、向こうにもこう今に見ておれっていう感じでね伝わると思いますね。ここね、まあ、スペインではね、まあ、ちょっとまあ最近でこそね、人も変わってきたんですけど、まだ私が着いた頃なんかでまだまだね人情がねこういっぱい残ってるところ、今でもそうなんですよ。結構いろんなところでね、なかなかねこう日本だとできないようなね、なんですかね、ちょっとこうあったかいような、場面によく出くわしますよ。例えばなんかこうね、前にこういっぱいスーパーで並んでて、レジで並んでてね、前のおばさんがもうなんかすごいもうこのカロってね、あれ、押す車、あれにいっぱい物を積んでてですね、私が後ろでちょっとお米ね、こう1キロ持って待ってるわけですよ。私はお米だけなんです、買うとね。で、そのおばさんのレジやってるともう時間かかっちゃうから、そうするとおばさんが後ろ見て、バシバシ、バシバシ。ね、言ってくれるわけですよ。先行けってね、言ってくれるわけです。あ、グラシアスってね言いますね。あとはね、例えばおばあちゃんなんかね、一人でこう横断歩道とか渡ってると、こうねこう手をねこうとこう差し出してねあげるような人結構いるんですよ。さあおばあちゃんがグラシアスイホーっていう感じでねお礼を言ってます。あと例えば私ね、ちょっとあれですよ、ショッピングセンターのトイレが流れね、なんか長い列ができてて並んでて、で後ろ見るとちっちゃい子供がね、もう僕我慢できないよなんてね、私我慢できないわなんてねいう風に待ってると、パセパセってね通してあげると、グラッチャッチャイノラってね言ってくれます。そんな感じでね、まだあったかいね、ところがね残るスペインなんでね、皆様もねちょっとねぜひぜひスペインに来てね、そういうあったかみをね味わってもらいたいと思いますよ。で私なんかね、もう誰にもありがとうって言ってもらえないっていう時はね、ちょっとねいい方法があるんで、これね車でね運転してますとね、たまにねちょっとこう危険地域ね、いっぱい横断歩道があったりとかするようなところにこう速度計があるんですよ。でここは30キロ以下で行けっていうところね。でそれに、ね、数字が出るわけですね。で今40キロとかでこうどんどんこうね下げていくと、今38、35とかね、で30まで行くとグラシアスって出るんですよ。まあ、それが嬉しくて何度もねそこの道を通るっていうね、感じのワンちゃんでございますよ。
今回はね、こんな感じでね、前編ハートフルな感じでね、お届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。また次回もね、サバイバルでね、楽しい、お勉強をね、皆様と一緒にしていきたいと思いますよ。今回もご視聴大変ありがとうございました。ムチャスグラシアスですね。またね、ぜひ、チャンネル登録とかね、あと何ですか、コメント、高評価ボタンなんかもね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたこちら、マラガでお会いいたしましょう。さよなら、アディオス、アスタルエゴー。